生業とする者の夢があるとしたら、その舞台の一つがこの舞台です。 UEFA チャンピオンズリーグファイナル、ヨーロッパの頂に向けての旅、ここが終着地点です。その選手に憧れ、その選手のようになりたいと思う若きアスリートたちから、そのピッチ上に舞う選手たちを愛してやまない数多きサポーターたちの目が今、勇士たちの上に注がれています。さあ、今シーズン UEFA チャンピオンズリーグアンセムが聞けるのは最後です。最高のステージで相まみえる両雄です。さあ、目指すはヨーロッパクラブサッカー頂点。ゲームであることを望みましょう。祈りましょう。決勝の笛が吹かれました。ウェーバーチャンピオンズリーグ決勝、バルセロナ対ユベントス。さあ、ナーニさん、本日の注目選手を一人挙げるとすれば誰でしょう。イニエスタでしょうね、はい、サッカーは上品なスポーツだと言わんばかりの繊細なボールタッチの持ち主ですよね、はい、そしてエレガントさとゲームを決める嗅覚を持った素晴らしい選手ですね、うん、なるほど、そういった部分も今日の見どころですね。メッシ、ナイスブロックでしたね。一瞬決まったかと思ったんですけどね。長いボール裏へ落とす。面白い。バスケラン、ラキティッチ、ネイマール、ルイス・スアレス、ネイマール、スルーパス、スアレス、低く丁寧に打ち込んできました。いいシュートでしたね。低いボールはキーパーが抑えづらいですからね。この辺が一つのポイントになると思いますね。こぼれた。バルセロナが立ち上がりから果敢に仕掛けてきていますね。立ち上がりかなり前がかりになってますけど、チーム内で意思統一されている感じがありますよね。イベントスとしては立ち上がりからちょっと受け身にはなってますけど、まあ悪くないですよね。しっかり引いて守って速攻を狙っていくゲームプランでしょうからね。メッシ、置きに行く、イニエスタがシュート、ゴール、ね、優勝へ大きく近づくゴールが決まりました。イニエスタ、今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。ギリギリのところを狙ってましたけど、打った本人は一瞬ヒヤッとしたかもしれませんよね。さあ、バルセロナ、価値のあるゴールが決まりました。たまらないゴールですね、はい、非常に興奮しましたね。そうですね、今優勝につながるといいですよね、はい、
これはつながりませんでした。イニエスタが注目選手ということで先ほど名前を挙げていただいたんですが、やはりゴールに絡んできましたよね。やってくれましたよね、はい、やっぱり決めるべき選手がきっちり仕事をすることが勝利につながると思うんですよね。そうですね。イニエスタ今日得点を挙げています。味方を走らせるジョレンテからテーベス、懸命のクリア、ボヌッチ前線へ出す、流れを止めます。ジェラール・ピケ、ルイス・スアレス、ジョルディ・アルバ、セルヒオ・ブスケツ、縦にボールをつないでいきます。ラキティッチどうする、ジョレンテ、テベスへ、体を張ったプレー、ラキティッチ、メッシ、アウベスへ、ラキティッチ前線へのボール、メッシ、前半30分を経過しています。バルセロナ1対0でリード。ペーペ縦へのボール、デベス、セルギオ・ブスケツ、ラキティッチ、アウベスへ、このボールをカットします。メッシ長いボールを送ります。ネイマール、これを読んでいた、テベス、このボールに触ります。ラキティッチ、アウベス、アウベスへ、ここは読んでいました。さあ前半40分です。ジョレンテ、ロスバー、上げる、触る、とボールは来た、シュート、ここはクリアします。いやー、キーパービッグセーブでしたよね。一人で持ち上がっていく、ジョレンテ、ボールはつながりません。ここで笛、己の全てをかけた決勝の舞台、あっという間の前半が終わりました。前半から得点が動いています。さあこの最終決戦、まずは前半の45分を終えました。振り返って一言お願いします。決勝ですからね、はい、このまま終わるとは考えにくいですね。そうですね、後半はよりゲームが動くと思いますね。はい、45分後栄光を手にしているのはどちらか、現時点では神の水を知るという結果になっています。バルセロナが1点を先制して後半を迎えます。後半ゲームはスタートしています。ペーペ、クアドウ、アサモア、ポグバ、浮かせて裏を狙う、セルギオ・ブスケツ、ビダル、クアドウ・アサモア、バルザッピ、さあ前線へ、ここはカットします。マスケラ、ジョルディ・アルバ、前線へ出す、
このパス越えるか、スアレス、あと少しでした。ちょっと焦ってしまいましたがね、優勝かかってますからね。体が強いイニエスタ、ボールはネイマールへ、サイドを縦に走らせます。ボールをコントロール、テベス、テベスへ、フォワードはサモアからジョレンテ、スルーパス、ちょっと抜け出しましたね。ゴール、いやー、ユベントス追いつきます。テベス、もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。タイミングといい、シュートコースといい、ちょっとキーパーノーチャンスでしたね。ゲーム見応えがさらに出てきました。今のゴールで両チームに火がつきそうですね。ここからはお互い力を持っているので、レベルの高い試合になりそうですね。ここまでは1対1の同点です。組み立てていきます。後半20分を経過しました。クリア、セルギオ・ブスケツ、ネイマール、サイドのスペースを使います。いい形ですね。ボールをコントロールする。ここは一旦後ろへ、インターセプト、オフサイドです。ルイス・スアレス、味方を少し待っている。見事なパス、ネイマール、ポグバクリアします。いやー、ファインセーブですよね。素晴らしいですよね。セルギオ・ブスケツ、裏を狙う、抜け出しました。テベス、ゴール、素晴らしい。ユベントス巻き返します。冷静にループシュートで決めてきました。冷静にキーパーを見てましたよね。今日2点目です。さあ、ユベントス待望の1点をもぎ取っています。ありますよね、はい、やはりゲームプランとは異なった戦い方だと思うんですけど、よくひっくり返しましたよね。そうですね。ただここからの時間帯が大事ですよね。はい、クリア、バルセロナとしてはここは拾いたいですね。ボールはクリア。後半36分経過、バルセロナ、さあもう残すところ時間がない、急ぎたいところです。あと 1,2 回はチャンスがあると思いますからね、そこにかけてほしいですね。そうですね。長いボール縦へ、イニエスタ、後半あと5分というところです。今ルイス・スアレス、裏に味方を走らせる、クリア、
ユベントス選手の交代があるようです。アディショナルタイムに突入。試合の勝敗まだ分かりません。もう時間ないですからね。シンプルな攻撃っていうのもありだと思いますね。裏のスペースに置きに行くメッシ。いやー決まった。バルセロナ食らいついていきます。この位置でフリーで打たせてしまってはいけません。イベントスとしてはまずこの選手にマークをつかなければっていうのは分かってたと思うんですけどね。ちょっと捕まえられませんでしたね。悔しいでしょうね。さあバルセロナ土壇場での同点劇です。いやよく追いつきましたね。魂のゴールですよね。この諦めない姿勢は観客も感動してるんじゃないでしょうかね。両者譲らず。ここで後半終了の笛。本日の決勝は延長戦に突入します。さあ後半も終わりました。いや全力を出し切った決勝戦らしい戦いでしたね、はい、延長戦もエキサイティングな戦いが期待できそうですね。そうですね。延長戦どのような展開になっていくのか、ドラマがあるのか見届けましょう。さあここでキックオフです。同点に追いついています。イニエスタ、ルイス・スアレス、シャビから右へ、ジョレンテ、マルキージョ、味方を走らせる。マルキージョからのスルーパスは通りませんでした。拾われましたよね。ダニエル・アウベス、ルイス・スアレス、出ましたね。ネイマール、ポスト直撃。このボールはクリアです。テベスキープできるか。バルセロナここでファウルを取られます。これはイエローを食らってしまいます。勢いありますよね。マルキージョからジョレンテ、集中力いいですね。ファールをもらいます。さあチャンスになるユベントス。直接残ってますね。これは拾われます。さあ抜けてきた。来た。ゴール、バルセロナ。来ましたね。ゲームをひっくり返します。直前のドリブル素晴らしいものがありました。そうですね。ドリブルでゴール前に持ち込んでから落ち着いてシュート、素晴らしいですよね。
あバルセロナ、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。13分が経過、延長前半。シャビ、イニエスタ、セルギオ・ブスケツ、ジョルディ・アルバ、シャビへ、前線へのボール、さあ抜け出した、メッシに渡る、フリーになった、切り返して、まだありますね。シャビからイニエスタ、ペレイラ、これはクリアします。ここでホイッスル、あっという間の15分間でした。失点の後怒涛の攻撃、激闘を戦い抜いてきた両者、チャンピオンの栄冠に輝くのはどちらのチームなんでしょうか。何かが起こる可能性はまだ十分にあります。さあファイナルステージ、最後の戦いを見てまいりましょう。最後の15分になるのか、それとも PK 戦にもつれ込むのか、延長後半です。ペレイラ、マルキージオ、マルキージオからジョレンテ、出るからテーベス、裏を狙う、シュートレンジです。とボールはセルギオ・ブスケツ。バルセロナ、このまま逃げ切るんでしょうか、それともまだドラマが見られるんでしょうか。このまま行きますと優勝となります。ここでフェイント、ネイマールへのボール、スペース出ましたね、スアレス、追加点には至りません。危ないですね、ここで決められてしまうと致命的ですからね。ここは最後、試合が終わるまで集中したいところ。ジョレンテ、マスケラーノがこれはファウルを取られました。ここは競り勝ちます。覇者をヨーロッパの頂点へ誘う笛が吹かれました。審議体、全てが究極のレベルでの試練でした。しかしここで敗者にもねぎらいの祝福を、声を、そして拍手を惜しみなく捧げましょう。ピッチ上、歓喜の渦です。喜びの花が大輪を咲かせています。高々とカップが掲げられます。素晴らしい戦いをありがとう。
さらなる高みへ。新しいシーズンに向けての戦いがもう始まっています。素晴らしいウェパチャンピオンズリーグ来シーズンを期待してお別れです。実況はジョン・カビラでした。ごきげんよう、さようなら。